あなたの字が綺麗になるためのボットキャストを始めたいと思います、えー。ちょっと久しぶりになるんですけども、今日はですね、趣味として書道をどう捉えるかということでお話ししたいと思います。世の中にはたくさん趣味と言われる娯楽が溢れていまして、で、あの子供の頃からですね、ちょっと考えていたことが、あの趣味になる娯楽とならない娯楽って何が違うんだろうとう。 いいう,うに思っていたんですよねであなたの趣味は何ですかって聞かれるじゃないですか結構。でその時にどのレベルまでを趣味として言っていいか迷ったことってありませんこれといって私これにドハマりしてますってこう公言して言えるものは特にないけどまあでもなアニメも見るしな漫画も読むしな絵も描くしなとそんな感じですよね。 でまあそんなこんなで、えーまあ、私はそかな漫画を見ることとか,かそんな感じで答えていたんですけどねで大人になって、えーまあ、20代だったかな改めてまた私の趣味って聞かれた時に何だろうと思ったんですよ。うんうんまあ、その頃はね映画も好きだったし音楽も聞くこと好きだったし。 かといってもうこれ一点集中して好きだってね今のように書道みたいにして言えるものはなくてまあある程度まんべんなく好きだったここで趣味、えー、というものは何だろうっていうふうにね,あのね暇だったんでしょうね、えー、考えましてで、えー、結局 今のおじいちゃんおばあちゃんがハマっているものが一番あのコスパがいいんじゃないかっていう風に私は結論付けたわけなんですよ。というのも、あの、おじいちゃんおばあちゃんがいろんな経験や体験をしてきて、それでもなお最後に趣味として残しているものというものは最強なんじゃないかと思ったんですよね。<laughs> 置いてでもでもきるしかも長い時間かけてできるってことはお金もかからっていないはず。ねお金が続かないと趣味が続かないっていうものもありますから、うん、それでいて、えー、男女関係なくやっているこれは最強なんじゃないか。でしかもその、ね、時代100年200年まあ言うたもう何百年前から行われているものとかもうまさに。 趣味の趣味オブ趣味じゃないかなと思ってそれで考えてみたんですけど何があるかなと思ってで、えー、まずね最初に思いついたのがうちの両親が山登り好きだったんで山登りかなっていう,うにたに思ったんですけど最初でも山登りってそれこそ最近はね、えー 最近じゃないかなと思ったんですよ。必要に迫られて山を越えて隣町へ行くとかね、そんなことだったんだろうと思って、山を登ることの趣味というのは、おそらくもうちょっとこう近代寄りなのかなと思ってですね、じゃあ散歩だろうと思ったんですよ。いろんなあの、発明家だったり、あの思想家の方とかね、あの天才と言われる部門の部類の人たちは、 結構散歩をしている時にひらめいたみたいなね、そういったあの本とかも読みますけど、散歩だろうと思ったんですよ。で、これは趣味として今でも残っていますし、おじいちゃんおばあちゃんもしてますよね。そしてお金もかからない。うん。じゃ、これはもうダントツ1位かなって思って、で、次は何かあるかなと。で、まあ、体の健康の次は頭の健康だろうと思って、これはもう読書。 これしかないと思ってですね。これ一択でした。体の健康の趣味が散歩であれば、えー、頭の健康の趣味は読書。もうこれしかない。これはもう現代でもおじいちゃんばあちゃんしてますし、図書館に行けばお金かからない。うん、本当素晴らしいですよね。で、次は、まあ本にも似てるけど、もうちょっとメンタル寄りというか自分の 精神的なものを整えるもので、本以外のもので何があるかなと思ったら、来ました。書道です。書道なんですよ。これも昔からあるし、あのー、今のおじいちゃんおばあちゃんもハマっている。まあ、全員が全員じゃないですけどね。まあ、ここはちょっとお散歩と、えー、読書の規模に比べてはまあちょっと少人数にはなってしまうけど、でもまだ生き残ってます、現代には。 ここまでですね、道具を使う趣味で長いこと続けられてきたものというものは少ないんじゃないかと思います。で、あと絵画というものも似たような部類にあるんですけども、絵画はですね、やっぱりあの字と違って複雑なんですよね。だからちょっとあのとっつきにくさもあるので、まあ、人工的には書道の方がまだまだ多いですよね。で、じゃあこの3つ。 で、おじいちゃんおばあちゃんは、えー、コスパよく、えー、続けられる趣味を見つけてきたということで私はもう決め込んでるんですけども、えー、じゃあなぜですね、あの、自分が能動的になる趣味をこの3つがよく選ばれてるんだろうということで、えー、前にも言ったように、コスパがいいからということ。 だと私は思ってまして、まあ、まずねお話ししたように、えー、お金がかからないそしてねあとちょっとあの体がね、えー、不自由が利かなくなったとしても続けられるものが多い。うんまあ、完全に、ね、足があの 動かなくなっちゃったとかなったらまたちょっと話は変わってくるんですけどもあの若い頃のように活発にはなれなくともこの3つは続けられることができますそしてあとは自分の成長を感じる積み重ねの趣味ですよねで、えー、自分のスキルを最大限に生かすことができる散歩もですねひらめきとかあと季節を感じる感覚とかもそういったものをスキルを上げていくことができるので,であともう一個は やっぱり自分たちの生活面に密着しているというか実用的なものが多い。うん。うん、そうですね。散歩であればまあ健康面の向上。で、読書であれば知識の向上。で、書道においては字ですよね。私たちは文字を書いていく生き物なので字がうまくなる。そしてさらに精神も鍛えられる。なおかつ、 芸術を学べるということで、芸術はですね、あの、私たちは人生を豊かにする栄養分みたいなものなので、何かしら、やっぱり、えー、長い人生ね、あの、取り入れると、まあ、彩りよく、 感じじられるる人生になるんじゃななんゃいかなと私は思ってま,すまあそんなこんなでえ見事にですねおじいちゃんおばあちゃんが続けてきた趣味というものはそうかこんなにコスパが良かったのかと納得させられるものばかりでして、うん、であのこれはテレビとかはどうなのかってね結構あのずっとテレビを見ていられる方とかも、うん、いらっしゃるんですけども。 あのちょっとねやっぱり能動的に動いている方々とテレビ受動的の生活を続けられてきた方というものはですねやっぱりあのなんだろうなあの覇気が違うというかはつらつさが違うというか、えー、物事もよくご存知で快活でとかやっぱ話しててすごく楽しい方々が多いんですよね。 だから私もこういった年の重ね方をしたいなと思ったことで、えー、独自の調査に至ったわけです <laughs>、はいえー、何かね、えー、私趣味すると言っても何も興味ないわと思ったらこの3つからでまずは選んでみるといいかもしれませんあの結構私も人生折り返しきてるんですけどもそこで感じた これってやっぱりコスパがいいよねと思う市民3つでした。はい。えー、じゃあ今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございます。犬とびでした。